昨夜はお楽しみでしたね。第2話し、本田翼とシェアハウス開始。風の岡山店をどう優しく解放点点点。モデルで女優の本田翼さん、俳優の岡山天音さん、ダブル主演の連続ドラマ、夕べはお楽しみでしたね。TBS、MBS 他の第2話が13日深夜から順次放送される。オンラインゲームドラゴンクエスト X ドラクエ内で仲良くなった五郎さんこと岡本美也子、本田さんとシェアハウスすることになったさつき匠、岡山さんは普段なら絶対に話もできないタイプのギャル系女子の美也子との生活に振り回される。第2話、この旅の仲間たちは初めてだらけののシェアハウス生活で、匠は風邪で寝込んでしまう。しかし、美也子に優しく解放され、彼女の家庭的な一面に気づいていく。そんな中、美也子の親友、綾野筧美和子さんが家にやってきて、3人で鍋を囲んだことで、美也子の過去が明らかになり、美也子は落ち込んでしまう、という展開。ドラクエをモチーフにした金田一蓮十郎さんの人気漫画の実写化。強気なギャル系女子だが、部屋ではすっぴんメガネというギャップのある美也子、ゲーム内では男子キャラの五郎と優しくて懐の深いオタク男子の匠、ゲーム内では女子キャラのパウダーのシェアハウス生活を描くラブコメ作品だ。声優の宮野真守さんがアニメイトの名物店長、大仁田役で約10年ぶりにテレビドラマ出演を果たし、釘見やりえさん、安本博士隆さん、内田尾数馬さん、小宮ありささん、大西沙織さん、湯浅楓さんもキャラクターの声として参加している。MBS で毎週日曜深夜0時50分、13日は深夜1時15分、TBS で毎週火曜深夜1時28分に放送。HBC、CBC でも順次放送される。